まだレネギスとこのダナに生きる有利の同胞のため負けるわけにはここ抑えてんだね。国の同胞、うん、終わった。でもジルファは戻ってこない。スルドを倒せただけでも良しとすべきよ。それすら危うい状況だったのに。良しとすべき？ジルファが死んだのに。相手は300年間揺らいだことのないレナの体制なのよ。何の犠牲もなしに勝てるとでも思っていたの？死者を悼むなって言うのか。死んだんだぞ。人がまた死んだんだ。死なせないための戦いのはずだった。なのに。そうよ、戦ってるのよ。今頃気がついたの？ジルファが最初というわけでもないし、きっと最後でもないわ。それに耐えられないというならさっさとカラグリアに帰ったらどう。できることならこのまま自分で炎の剣を持っていきたい気分だわ。なんだと？くそ、好き勝手言いやがって。こんな時に俺たちで喧嘩して何になるって言うんだ。こんな時だからこそか。叶わないな。ひどいやつだったね、ガナベルト。ああ。ねえ、カラグリアのスルドもあんな感じだったの？いや、もっと粗暴な大男だった。そういえば紋章も違ったな。炎の十字みたいで。そっか。アルフェンたちはこの後どうするの？まだスルドが3人残っているからな。旅を続けるつもりだ。それでいいな。私はずっとそのつもりよ。あのさ、それなら私も一緒に行っていいかな？シスロディアは故郷じゃなかったのか？それはそうなんだけど、
ほら、正体隠してたのとかみんなにバレちゃったし、しばらくほとぼり冷めるまで離れていたいんだ。ダメ？役に立てると思うんだけど。わかった。なら来るといいさ。もう行くのかね？ああ、世話になった。残念だな。君たちには感謝してもしきれない。ジルファの亡骸は責任持ってカラグリアに届けよう。この国は何とかなりそうか？正直何とも言えん。敵の協力者は我々自身の中にもいた。果たして疑心暗鬼を乗り越えて結束できるかどうか。ジルファが言っていた。諦めない限り壁は壊せると。そうだな。少なくとも最大の障害は君たちが倒してくれた。このくらいは自分たちで頑張らないと。あ、楽しみにしている。そうだ、忘れるところだった。渡すものがあるんだ。選別だそうだ。蘇ったダナの英雄って感じだね。次はどこに向かう？エリデメナンシアよ。本当にその格好で旅をするつもり？ああ、見た目ほど重くないんだ。それよりもう一人誘いたい奴がいる。本気なの？行く当てはあるのか？そんなのあるもんか。もうここにはいられないと言ってカラグリアに戻っても誰もいない。町を出てどこかで野垂れ死にでもするさ。やり直す気はないのか？どうやって。俺は取り返しのつかないことをしちまったんだぞ。過ちに気づけたならやり直せとジルファは言った。手遅れになる前にの話だろ。ずっと負け戦だったのに戦い続けたが後悔していないとも言っていた。諦めない限り終わらない。そしていつかは壁を壊せる日が来るんだ。壁の向こうにジルファが見ていたもの、それを見に行かないか？俺にその資格があるのか？お前はどうしたい？俺はもう失いたくない。逃げたくない。だから あんたと一緒に行くよ。話は済んだ。それじゃ出発するわよ。行くよ、フルル。